テキストユーザーインターフェースとは、グラフィカルユーザーインターフェースが考案された後に、名付けられたレトロニムであり、テキストベースのユーザーインターフェースを区別して、呼ぶための名称である。といは、CUI とは異なり、GUI のように、画面全体を使い、出力も、一行ずつとは限らない。しかし、GUI とも異なり、一般的なテキスト端末で表示できる記号や、 文字だけで画面を構成する。アンシー規格、アンシ、SI、ー X3.64 は、エスケープシーケンスの標準を定義したもので、端末上で T を生成するのに使う。これを、アンシーエスケープコードという。ただし、すべての端末がこの規格に準拠しているわけではなく、非互換だが、機能的には、等価なエスケープシーケンスをサポートした端末が多数、存在する。 フリードズエディットのユーザーインターフェース IBM PC やその互換機では BIOS と MS DOS システムコールが画面に文字を出力する手段を提供しておりアンシー SIS ドライバでアンシーエスケープシーケンスを処理できる。しかしスクリーンバッファに直接データを書き込んだ方が高速でしかもプログラムが単純化されバグも作り込みにくくなるということが知られるようになった。 このようなプログラミング技法の変化によって MS DOS 上で多数のトゥイプログラムが生み出されるようになった。多くの場合背景は青で文字は白か黄色で表示していたが色をカスタマイズできるようになっていたものも多い。その後 GUI に大きな影響を受けプルダウンメニューやダイアログボックスが追加されていった。マウス入力にも対応するようになりさらに高機能化していった。 MS-DOS 上でトゥイを実現していた有名なソフトウェアとしては、初期のマイクロソフトワード、MS-DOS シェル、ワードパーフェクト、ノートンコマンダー、ボーランドターボシー、ロータス1から2から3などがある。これらの一部は1990年代初めに、マイクロソフト Windows3X が登場してからも生き延びた。例えば、マイクロソフト C6.0 コンパイラはマイクロソフト、 Windows 用の GUI プログラムを書くことができたが、それ自体のインターフェースはトゥイだった。初期の Windows には MS DOS ソフトウェアを表示するためのコンソールが含まれていた。後のバージョンでは、コマンド行インターフェースやトゥイのプログラムのために Win32 コンソールが追加された。コンソールは通常ウィンドウモードで起動されるが、全画面テキストモードに切り替えることもできる。 電子メールクライアントムッドの画面ユニックス系オペレーティングシステムでは、トゥイ構築に端末制御ライブラリーであるカーシスか、ほぼ互換7カーシスを使うことが多い。BSD で開発されたカーシスにより、トゥイのための移植性が高く安定した API が生まれた。様々な端末で同じ API でトゥイを実現できるため、 画面全体を使ったトゥイプログラムが多数開発されるようになった。例えば、6などのテキストエディタ、p イン e や Mood などの電子メールクライアント、s m i t などのシステム管理ツール、l ン n x などのウェーブブラウザである。W3 m や初期の p y シ e やスでは、Carsys は使っておらず、より低機能なタームキャップライブラリーを使い、Carsys 相当の機能は、 アプリケーション内部で実現している。Linux が広く使われるようになると、MS-DOS ユーザーが、UNIX 系プラットフォームに移行するようになり、MS-DOS に影響された TWI が作られるようになった。例えば、MS-DOS 上の通信プログラム t r i x をベースとした UNIX 系向けのミニカムがある。また、移植されたものもあり、例えば、ツインという TWI ベースのデスクトップ環境がある。 ありがとうございます。